ケプド350はタウルスシステムズが製造したスウェーデンドイツの空中発射型巡航ミサイルでドイツ、スペイン、韓国で使用されている。タウルスシステムズ GMBH はまだドイッチランド GMBH とサーブボフォースダイナミクスとのパートナーシップ会社である。このミサイルにはステルス性があり公式の射程は 500km を超える。タウルスはマッハ1の ターボファンエンジンを搭載し、トーネード、ユーロファイタータイフーン、グリペン、カイ、A-18、回 -15K などに搭載可能。メフィストという二段構えの 500kg 弾頭は、土壌の除去や強化地下バンカーに侵入するための事前装薬と初期貫通装定を持ち、その後、手弾頭の爆発を制御するための可変遅延動化線を備えるという特徴がある。 ミサイルの重さは約1 4 0 0ラムで最大径は1メートルである。対象となる標的は強化されたバンカー、司令部、管制部、通信施設、飛行場や港湾施設、AMS や弾薬庫、港湾、海上の船舶、橋梁などである。ミサイルには自衛機構や電子妨害手段としてのカウンター対策も備えている。ミッションプランナーは 目標、防空位置、計画された地上経路でミサイルをプログラムし、その後、ミサイルは INS、イベントレイン、GPS によって誘導された低い地形に沿った飛行経路を使用して、目標の近くまで飛行するが、GPS の支援なしで非常に長い距離を誘導することができる。一旦そこに到達すると、ミサイルはバント飛行を開始し、 目標の補足と貫通に関して最高の確率を達成するための高度まで上昇する。巡航飛行中は高解像度サーモグラフィがイベントを使用して誘導を支援し、また GPS を使用しない目標攻撃にも使用される。ミサイルはカメラ画像と計画した 3D 目標モデルとのマッチングを試みる。それができない場合は他の誘導システムに設定するか。 巻き添え被害のリスクが高い場合は、望ましくない結果を伴う、不正確な攻撃のリスクを課す代わりに、あらかじめ指定された、墜落地点に舵を取る。タウルスシステムズ GMBH は、対艦用の派生型も提案している。スペイン軍は45機のミサイルを購入した。2009年5月に、南アフリカで実施された専用テストキャンペーンの成功により、 スペイン空軍のサービスラインにタウルスが統合されたことが証明された。韓国はアメリカ合衆国からロッキード・マーティンのエイジム -158、ジャスムを拒否された後、海 -15 系スラムイーグルに統合するために200発のミサイルの注文を計画した。2013年11月に韓国の防衛事業庁が契約に署名した。タウルスシステムズはソウルに 事務所を開設し、各種取得業務を処理し、技術移転や次期巡航ミサイルの共同開発を支援する。同オフィスは、ドイツ以外では、同社発のもので、ケプド350は、韓国の戦闘機に組み込まれた、最初の欧州製ミサイルとなる。2016年10月、韓国は、北朝鮮の核、ミサイル挑発に対応するため、これまで発注していた百七十機に加え、 さらに90機のタウルスミサイルの取得を発表した。2016年12月12日、最初の40機のタウルスケヘプド350、軽ミサイルが韓国空軍に納入され、2016年12月22日に戦闘用として配備が開始された。2004年のベルリン近郊の国際航空宇宙省でのタウルスケヘプド350、巡航ミサイル、 韓国空軍用のタウルスケヘプド 350K 派生型はロックウェルコリンズ製 GPS レシーバーにジャミングを防ぐためのソザムを搭載している点で基本モデルとは異なる。2015年10月タウルスシステムズは 350K-2 と呼ばれるタウルスミサイルの小型版を軽戦闘機用特に韓国の FA-50 で使用するために 開発していることを明らかにした。射程は 400km に短縮され、巡航速度はマッハ0.6から0.9となる。2016年12月、韓国の防衛事業庁は巡航ミサイルタウルスをベースに2018年に独自の長距離空対地ミサイルの開発に着手する計画を明らかにした。同兵器は海の戦闘機 KFX に搭載され、 2020年代半ばまでに開発される予定である、ケプド350運用国のマップ、ありがとうございます。